さんこんにちは。この度ラピスリライツこの世界のアイドルは魔法が使えるでレイ所属のユズリハ役を演じることになりました、桜彩音です。私が演じるユズリハはですね、幽霊なる舞姫と呼ばれるヤマトのお姫様なんですね。外見おしとやかなヤマトなでしこなんですけど、可愛い女の子に目がないという、結構第一印象の絵のギャップからが結構大きいかなっていう風な女の子です。私もさっきゲーム収録してきたんですけど、かなり驚きました。大和の国出身ということもあって、この花は乙女の皆さんとの交流が作品の中で見られるんですけど、他にも同じレイのカミラ、上坂すみれ演じるカミラという役に対するユズリハが相当乙女チックで面白いことになっているので、ぜひ注目してみてください。まだまだ謎が多いユニットなんですけれども、今までいるたくさんの可愛らしいアイドルたちに混ざって、私たちも新規参戦ということで、今後の動向にぜひ